4ヶ月ぶりくらい。そうですね。またお邪魔しまして。お待ちしておりました。いやいや、とんでもません。前もここで言ったんですけど、こんちゃんとね、トッポちゃんともう十何年ぐらい以来の知り合いというか友達なんですね。そうですね。たまにしか会わないけどね。はい。今は関東。長野に住んでますけど、東京に、ね、拠点を移したんですよね。はい。ちょっとじゃあ、やらせていただきます。皆さん、曲何でしたっけ？何もないかな。だけど、何もないんで。Look out!
しい。ありがとうございます。はい、ティーさんとリッチでした。ありがとうございます。じゃあ、ベアーズのセカンドステージまで、終わりたいと思います。はい、ティーさんは、ね、前回来た時はね、クイーンの一人のね、演じるやつを作られてやっていただきましたしね、そういう素晴らしいね、プレイヤーでもありますし、リッチはね、ご存知な方はご存知、日本が誇る、ね、女性ビートルズバンドブルーマーガリンの、ね、ドラマーで、もう何回リバプールに行ったんですかっていうぐらい、ね、もう世界的な有名な、ドラマーなので、ね、今日もそれが聞けたので、ね、ラッキーだったと思います。僕は大きな拍手。あ、ごめん。じゃあ、ベアーズ、ね、最終ステージまで、数分だけちょっと時間をいただきます。